アナアブカは総締めに含まれる分類群の一つ。本家のみでアナアブシタメを構成するとされるが、かつてはシギアブカに含まれる赤として位置づけられていた。アナアブカには十族八十種ほどが分類され、いずれの種も生息数は多くない。本家は長らくシギアブカに含まれる赤とされていたが、生態的。 形態的な特徴が競技のシギアブカと明瞭に区別されるため、独立のトガとすることが広く受け入れられている。上位分類については、アブした目に含まれることもあるが、近年の研究により、本家のみでアナアブした目に分類されることが一般的になっている。アナアナブカに含まれる種は主に乾燥地に生息し、モロッコなどのアフリカ西部やポルトガルなどの イベリア半島で多くの種が記録されている。アナーブカの幼虫は英語でワームリアンと呼ばれ、これをラテン語に直すと仮名の由来であるバーミリオとなる。この幼虫はアリ地獄と呼ばれる薄バカゲロウカの幼虫のように餌を捕らえるトラップを発達させることが知られており、いわゆるアリ地獄のような円錐形の罠を砂地に作り、中心で待ち構えて、 そこに落ちたアリなどを捕食する。幼虫の主要な天敵はアリ地獄と同様、ヤツガシラやキジメの鳥類である。ありがとうございます。